ぐっ,ったりほうほうくた,くたびれるくたびれるやすめるやすめるあご あご、あと、あと、いびき、いびき、おなら、おなら、関節、関節。 筋肉。筋肉限界限界。姿勢姿勢。姿下下脂肪。 脂肪お酒を数口飲むだけで頬が真っ赤になる。お酒を数口飲むだけで頬が真っ赤になる。 半日歩き続けてくたびれたから、ちょっと座って足を休めたい。半日歩き続けてくたびれたから、ちょっと座って足を休めたい。 顎の先に数年前に転んだ時の傷跡がまだ残っている。顎の先に数年前に転んだ時の傷跡がまだ残っている。 昨晩夫は相当疲れていたのか、大きないびきをかいていた。昨晩夫は相当疲れていたのか、大きないびきをかいていた。 友達の前でおならをしてしまい、恥ずかしい思いをした。友達の前でおならをしてしまい、恥ずかしい思いをした。 もうダメだという限界まで追い込まないと、筋肉は成長しない。もうダメだという限界まで追い込まないと、筋肉は成長しない。 座った姿勢だと、膝の関節に負担がかかる。座った姿勢だと、膝の関節に負担がかかる。この音は、舌を上の歯の裏につけて発音してください。 この音は、舌を上の歯の裏につけて発音してください。夏バテが原因で、食欲が落ちてぐったりしている。 夏バテが原因で、食欲が落ちてぐったりしている。この数年で、急に白髪やシワが増えた気がする。この数年で、急に白髪やシワが増えた気がする。 食欲食欲、しらがしらがしわしわ神経、神経。 心身心身。身体身体。性性。生理生理。 体格、体格。腸腸つば、つば。手首、手首。手のひら。 手のひら内臓内臓サービス業はお客さんに気を使ってばかりで神経がすり減るサービス業はお客さんに気を使ってばかりで神経がすり減る。 疲れているときに、熱いお湯にゆっくり浸かると、心身ともに癒されるな。疲れているときに、熱いお湯にゆっくり浸かると、心身ともに癒されるな。 彼の身体能力はずば抜けていてどんなスポーツも上手だ彼の身体能力はずば抜けていてどんなスポーツも上手だ胎児の性別を知らされたのは 妊娠してしててばらく経ってからくっっかだた。胎児の性別を知らされたのは妊娠してしばらくたってからだった眠い時にあくびが出るのは生理現象なんだからしょうがない。 眠ときにあくびが出るのは生理現象なんだからしょうがない喉が腫れていて唾を飲み込むだけで痛い喉が腫れていて唾を飲み込むだけで痛い。 転んだときに、手首が地面について骨折してしまった。転んだときに、手首が地面について骨折してしまった。面接が終わったとき、緊張で手のひらに汗をかいているのに気づいた。 面接が終わったとき緊張で手のひらに汗をかいているのに気づいた内臓脂肪を減らすために有酸素運動を始めた内臓脂肪を減らすために有酸素運動を始めた。 この年になって、炎天下で肉体労働をするのはきつい。この年になって、炎天下で肉体労働をするのはきつい。肉体 肉体、脳、脳。肺、肺。裸、裸。裸肌裸肌 額額皮膚皮膚異様、異様、標準標準へそ へそ。眉。眉。眉毛。眉毛。妹は脳に生まれつき障害を持っている。 妹は脳に生まれつき障害を持っている。彼は体格が良くて、長年水泳をしているから肺活量がある。 彼は体格が良くて長年水泳をしているから肺活量があるいくら夏とはいえ子供を裸のままにさせていたら風邪をひくだろう。 いくら夏とはいえ子供を裸のままにさせていたら風邪をひくだろう裸足でビーチを散歩していたら足の裏に何かが刺さった。 裸足でビーチを散歩していたら足の裏に何かが刺さった。庭付きの家といっても猫の額ほどの小さな庭です。庭付きの家といっても。 猫たいほどの小さな庭です甘いものを食べすぎるとすぐに皮膚にニキビができる甘いものを食べすぎるとすぐに皮膚にニキビができる。 この化粧水は美容学校に通っている友達が手作りしたものだ。この化粧水は美容学校に通っている友達が手作りしたものだ。 ダイエットを始めて半年後、やっと標準体重に戻った。ダイエットを始めて半年後、やっと標準体重に戻った。 赤ちゃんはまだ生まれたてでへその緒がついたままだま眉をちょっと長くしただけで急に印象が変わった。 眉をちょっと長くしただけで、急に印象が変わった。横顔横顔見かけ見かけ吸収 吸収呼吸呼吸消化消化全身全身日焼け 日焼け疲労疲労休息休息心臓心臓空っぽ 空っぽ、だるいだるい横顔が母にそっくりだと言われる横顔が母にそっくりだと言われる。 見かけは厳しそうだが、優しくて穏やかな人だ。見かけは厳しそうだが、優しくて穏やかな人だ。運動前は栄養の吸収が早いものを食べて、エネルギーを蓄えよう。 運動前は栄養の吸収が早いものを食べてエネルギーを蓄えよう空気がきれいだから深呼吸すると頭がすっきりする。 空気がきれいだから、深呼吸すると頭がすっきりする。胃腸の調子が悪くて、脂っこいものは消化できない。胃腸の調子が悪くて。 脂っこいものは消化できない。日焼け止めをつけずに海へ行ったら、全身真っ黒になってしまった。日焼け止めをつけずに海へ行ったら、全身真っ黒になってしまった。 たまには休息を取らないと、疲労がたまって病気になりますよ。たまには休息を取らないと、疲労がたまって病気になりますよ。心臓が悪い方は、激しい運動は避けてください。 心臓が悪い方は、激しい運動は避けてください。胃が空っぽなのに薬を飲むのはよくないよ。胃が空っぽなのに薬を飲むのはよくないよ。 だるいと思って熱を測ったら38度もあっただるいと思って熱を測ったら38度もあったクルー。 狂う。荒い。荒い。かわいらしい。かわいらしい。頼もしい。だらしない。 だらしない、注意深い、注意深い。若々しい、若々しい。おかしな、おかしな。偉大。 買って買って夜勤を始めてから体内時計が狂ってしまって体調もいまいちだ夜勤を始めてから体内時計が狂ってしまって。 いまいちだイチいうい運転だとすぐに酔ってしまう荒い運転だとすぐに酔ってしまう。 彼女はピンクのレースがついているような可愛らしい服がよく似合う。彼女はピンクのレースがついているような可愛らしい服がよく似合う。 うちの夫は五人兄弟の長男で、頼もしい人です。うちの夫は五人兄弟の長男で、頼もしい人です。彼は時間も守らない。 お金も浪費するだらしないやつだ彼は時間も守らないお金も浪費するだらしないやつだ。 言葉が通じない海外では、いつも以上に注意深く行動してください。言葉が通じない海外では、いつも以上に注意深く行動してください。 明るい色の服を着ると、もっと若々しくなると思いますよ。明るい色の服を着ると、もっと若々しくなると思いますよ。 そんなおかしな髪型で仕事の面接に行くのそんなおかしな髪型で仕事の面接に行くの自分を犠牲にして人助けをするとは、何という偉大な人物だ。 自分を犠牲にして人助けをするとは、何という偉大な人物だ。勝手に私の部屋に入らないで。勝手に私の部屋に入らないで。 素直、素直、知的知的にこやかにこやか華やか華やか。華やか ほがらか、ほがらか。正直、正直。個性、個性。天才、天才。 イ人、ン人、左利き左利き彼女は素直にアドバイスを受け入れた彼女は素直にアドバイスを受け入れた。 メガネをかけると知的に見えますね。メガネをかけると知的に見えますね。あの店の店長はいつもにこやかな笑顔で接客してくれる。 あの店の店長はいつもにこやかな笑顔で接客してくれる結婚式なんだからもうちょっと華やかに着飾ってもいいんじゃない結婚式なんだから もうちょっと華やかに着飾ってもいいんじゃない彼女は周りを和ませる穏やかな人なので近寄りやすい。 彼女は周りを和ませる朗らかな人なので近寄りやすい嘘をつくより正直に全部話した方がすっきりするよ。 嘘をつくより正直に全部話した方がすっきりするよ。彼は面接の時からすでに個性が光っていた。彼は面接の時からすでに個性が光っていた。 天才と言われる人は人より多くの努力もしている。天才と言われる人は人より多くの努力もしている。先輩は街を歩けばスカウトされるほどの美人だ。 先輩は街を歩けばスカウトされるほどの美人だ左利きを生かしてシュートを成功させた左利きを生かしてシュートを成功させた。 人柄人柄表情表情品品物知り物知り 後ろ向き後ろ向き。陽気陽気。ユーモアユーモア。身長、身長。 乱暴乱暴、活発、活発、ケチ、ケチ、純粋、純粋。 せっかちせっかちたんきた彼はそのいい人柄が表情に現れていて子供からお年寄りまでみなに好かれている 彼はそのいい人柄が表情に表れていて子どもからお年寄りまで皆に好かれている話し方も姿勢も品があって美しい。 話し方も姿勢も品があって美しい。もう後ろ向きの発言はやめて、次に向けて目標を立てよう。もう後ろ向きの発言はやめて、次に向けて目標を立てよう。 この塾の先生は、ユーモアがあって面白い人が多い。この塾の先生は、ユーモアがあって面白い人が多い。人生に関わる大事な決断なんだから、もっと慎重に考えなさい。 人生に関わる大事な決断なんだから、もっと慎重に考えなさい。父は言葉遣いが少し乱暴だが、優しい心の持ち主だ。 私は言葉遣いが少し乱暴だが優しい心の持ち主だ前回の会議は多くの意見が出て活発な論議になった前回の会議は多くの意見が出て 活発な論議になった。飲み物一杯も買わないとは、節約というよりケチだ。飲み物一杯も買わないとは、節約というよりケチだ。 彼女は田舎育ちで純粋だからだ騙されやすい1時間前に待ち合わせ場所に着いているなんてせっかちだな。 1>, 1時間前に待ち合わせ場所についているなんてせっかちだな。鈍感鈍感生息生息 のんき、のんき。不思議、不思議、前向き、前向き。無口、無口。 優秀、優秀。愉快、愉快。幼稚、幼稚。尾行、尾行。 昔は短期で、家族や友達にどなっていました。昔は短期で、家族や友達にどなっていました。 彼女は鈍感なようで、土田さんの行為に全く気づいていない。彼女は鈍感なようで、土田さんの行為に全く気づいていない。 おいはまだ小学生なのに、言うことが生意気だ。おいはまだ小学生なのに、言うことが生意気だ。そんなにのんきにコーヒーを飲んでたら、電車に乗り遅れるよ。 そんなにのんきにコーヒーを飲んでたら、電車に乗り遅れるよ。どんな状況も前向きに捉えることができる陽気な人になりたい。 どんな状況も前向きに捉えることができる陽気な人になりたいあの人は無口だが実はとても物知りで知識が豊富だ。 あの人は無口だが実はとても物知りで知識が豊富だ勉強もスポーツもできる優秀な生徒が学級委員に選ばれる。 勉強もスポーツもできる優秀な生徒が学級委員に選ばれる不思議なことにこの曲を歌うといつでも愉快な気分になる。 不思議なことに、この曲を歌うといつでも愉快な気分になる。喧嘩の理由は毎回とても幼稚で言うのが恥ずかしいほどです。 喧嘩の理由は毎回とても幼稚で言うのが恥ずかしいほどです。うちの犬は利口で、どんな芸でも数回教えればできるようになる。 うちの犬は利口で、どんな芸でも数回教えればできるようになる。大胆大胆無責任無責任 特徴、特徴。鋭い、鋭い。ロマンチック、ロマンチック。聞く、聞く。 印象、印象。容量、容量、名人、名人。身近、身近。 仲良し仲良し。魅力魅力。ははパターンパターン。 今回の社長の決定はとても大胆で、社員全員が驚いた。今回の社長の決定はとても大胆で、社員全員が驚いた。 家族がいるのに仕事を探そうともしないとは、無責任な男だ。家族がいるのに仕事を探そうともしないとは、無責任な男だ。 この店、夜になると夜景がきれいでロマンチックなんだ。この店、夜になると夜景がきれいでロマンチックなんだ。彼女は観察力が鋭くて気が利く女性だ。 彼女は観察力が鋭くて気が利く女性だ。犯人は中肉中背でこれといった特徴がないので印象に残っていません。 犯人は中肉中背で、これといった特徴がないので、印象に残っていません。幼い頃から容量が悪くて、同じことで何度も両親に怒られていた。 幼い頃から容量が悪くて、同じことで何度も両親に怒られていた。将棋の名人は眉間にしわを寄せたまま、少しも動かない。 将棋の名人は眉間にしわを寄せたまま少しも動かない。引っ越したばかりなので困った時に頼れる身近な人がいなくて心細い。 引っ越したばかりなので、困った時に頼れる身近な人がいなくて、心細い。仲良しだった幼なじみがいるが、引っ越しをきっかけに連絡を取らなくなった。 仲良しだった幼なじみがいるが、引っ越しをきっかけに連絡を取らなくなったあの歌手は、ルックスはもちろん、歌唱力が一番の魅力だ。 あの歌手はルックスはもちろん歌唱力が一番の魅力だ「民間民間」民間「ほ」ほ「はれる」 腫れる、長引く、長引く。柔らぐ、柔らぐ。見まう、見まう。ひねる。 ひねる、ぶつけるぶつけるみるみる,みるききめききめきせききせき 9秒9秒内気だからなかなか友達の輪に入ることができなかった内気だからなかなか友達の輪に入ることができなかった 彼は慎重だから常に最悪のパターンを想定して備えている。彼は慎重だから常に最悪のパターンを想定して備えている。 彼女は最近、民間療法に莫大なお金をつぎ込んでいて心配だ。彼女は最近、民間療法に莫大なお金をつぎ込んでいて心配だ。 健康のために1日1万歩歩くようにしているる。歯茎が腫れていて軽い力で歯磨きをしただけでも血が出る。 歯茎が腫れていて、軽い力で歯磨きをしただけでも血が出る。痛み止めの薬を飲んだので、頭痛がだいぶ和らいだ。 痛み止めの薬を飲んだので、頭痛がだいぶ和らいだ。退勤後に入院している同僚を見舞いに行く予定だ。 退勤後に入院している同僚を見舞いに行く予定だ。バスケの試合で足をひねって仕方なく途中退場した。バスケの試合で足をひねって。 仕方なく途中退場した。テーブルに足の小指を思い切りぶつけて、痛みで立つことさえできなかった。 テーブルに足の小指を思い切りぶつけて、痛みで立つことさえできなかった。麻酔の効き目がよく、すぐに意識がなくなり、気がついたら手術が終わっていた。 麻酔の効き目がよく、すぐに意識がなくなり、気がついたら手術が終わっていた。血圧、血圧、血液、血液。 血管,血管。放熱。放熱重症重症症症状。症状症状 精神精神つまりつまりばい菌ばい菌ひびひび病状 病状インフルエンザインフルエンザレントゲンレントゲン維持維持あそこの急病診察所には。 あそこの急病診察所には経験ある医師が揃っている高血圧なのでこのままの生活習慣を続けたら。 血管がボロボロになると言われた。高血圧なので、このままの生活習慣を続けたら、血管がボロボロになると言われた。 彼はバイク事故で重傷を負い、半年間自力で歩けなかった。彼はバイク事故で重傷を負い、半年間自力で歩けなかった。 風が長引いていて、鼻づまりや咳などの症状がまだ残っている。風が長引いていて、鼻づまりや咳などの症状がまだ残っている。 手には見えないばい菌がついているから、手洗いを徹底するべきだ。手には見えないばい菌がついているから、手洗いを徹底するべきだ。 転んだときに手首で体を支えたから、骨にひびが入ってしまった。転んだときに手首で体を支えたから、骨にひびが入ってしまった。

毎年の健康診断で、必ず血液検査とレントゲンを取る。毎年の健康診断で、必ず血液検査とレントゲンを取る。 一日中月っきりで看病をしていると、精神がまいってしまう。一日中月っきりで看病をしていると、精神がまいってしまう。 健康を維持したいなら、喫煙をやめることが一番です。健康を維持したいなら、喫煙をやめることが一番です。看病。 看病喫煙喫煙休養休養下痢下痢,下痢消毒 消毒、診察、診察、測定、測定、中毒、中毒、治療、 治療、発熱、発熱、発病、発病、包帯、包帯、予防。 予防緊急緊急待合室で2時間も待たされたのに診察室で見てもらったのはたった3分だけだった。 待合室で2時間も待たされたのに、診察室で診てもらったのは、たった3分だけだった去年の身体測定から、体重が5キロも増えている。 去年の身体測定から体重が5キロも増えている。食中毒なのか、夕飯を食べてからずっと下痢が続いている。 食中毒なのか、夕飯を食べてからずっと下痢が続いている。うつ病は極度のストレスを抱えていると発病率が高くなる。 うつ病は極度のストレスを抱えていると発病率が高くなる。毎日シャワーの後に傷口を消毒して包帯を巻き直す。 毎日シャワーの後に傷口を消毒して、包帯を巻き直す。医療関係の仕事をしているので、毎年、インフルエンザの予防注射を打っている。 医療関係の仕事をしているので、毎年インフルエンザの予防注射を打っている。原因不明の発熱が2週間も続いたので病院に行くと、すぐに緊急手術が決まった。 原因不明の発熱が2週間も続いたので病院に行くと、すぐに緊急手術が決まったこの病気は治療法が確立されていて、必ず順調に治るので安心してください。 この病気は治療法が確立されていて、必ず順調に治るので安心してください。今朝起きたら顔が青白くてだるかったので、念のため休養をとった。 今朝起きたら顔が青白くてだるかったので、念のため休養を取った。父は腎臓が悪いので、週に3回、人工透析に通っている。 父は腎臓が悪いので、週に3回、人工透析に通っている。順調順調青白い青白い 人口、人口、団体、団体は。はは吠える、吠える。首は、 首びクマクマサルサル実物実物すす セミ,セミチョウチョウツバメツバメ我が家の犬は動物愛護団体から引き取ってきたものだ。 我が家の犬は動物愛護団体から引き取ってきたものだよく見たらこの猫首輪がついているから飼い猫なんだろう。 よく見たらこの猫、首輪がついているから、飼い猫なんだろう祖父は山でクマに遭遇したとき、死んだふりをして助かったという。 祖父は山でクマに遭遇したとき、死んだふりをして助かったという。猿が人間に進化したなんてことが、本当に起こりうるのか。 猿が人間に進化したなんてことが、本当に起こりうるのかセミは土の中で何年も過ごしていて、地上で生きられるのは1週間ほどだけだ。 セミは土の中で何年も過ごしていて、地上で生きられるのは1週間ほどだけだ。幼虫から蝶になるまでの変化は実に興味深い。 幼虫から蝶になるまでの変化は実に興味深い。ツバメがここに巣を作って、三羽の子供が順調に巣立っていきました。 ツバメがここに巣を作って、三羽の子供が順調に育っていきました。トラが威嚇して吠えると、獲物は混乱して逃げ回った。

渡り鳥は本能によって何千キロも離れた土地へ正確に飛ぶことが可能だ牧羊犬が羊の群れを誘導している。 牧羊犬が羊の群れを誘導している。虎虎羽羽羊羊 本能本能群れ群れ。生命。生命。装飾装飾。 肉食、肉食。触れ合う、触れ合う。触れ合い、触れ合い。観察、観察。 類草食動物であれ肉食動物であれ生きるために必死だ草食動物であれ肉食動物であれ生きるために必死だ。 この動物園は実物の動物と触れ合うことができるのが売りだ。この動物園は実物の動物と触れ合うことができるのが売りだ。 夏休みの自由研究はカブトムシの観察日記を書いた。夏休みの自由研究はカブトムシの観察日記を書いた。彼女は少し変わり者で。 家で何種類もの爬虫類を飼っている彼女は少し変わり者で家で何種類もの爬虫類を飼っている この生き物羽が生えているから鳥の一種だと思う生命の誕生は実に神秘的で。 謎に包まれている生命の誕生は実に神秘的で謎に包まれている。